日本航空運前号不時期事故は1957年9月30日に発生した航空事故である。事故機となった JA6011 機は愛称を運前と命名されていた。当時の日本航空の DC-4 には日本の著名な山にちなんだ愛称をつけていた。製造番号は42982で1946年に製造され、 アメリカ合衆国のキャピタル航空で運用されていた。その当時の機体記号は N53022 であった。1956年4月に日本航空は約70万 US ドルで購入し座席数61席の日本航空仕様に改装した。事故発生までに運前号は就航から11年、飛行時間3906時間23分であり、 中古機としては取り立てて老朽化しているというほどではなかった。1957年9月30日、雲前号は東京の東京国際空港と大阪の大阪国際空港を往復する運行で折り返し東京へは108便として向かう予定であった。雲前号には運行乗務員2人と客室乗務員2人、乗客51人が搭乗していた。乗客の中には ジャズ評論家のミケアユローがいた。また、航空貨物として49袋 305kg の荷物と郵政省から委託された郵便袋27袋 160kg も搭載されていた。108便の帝国の出発時刻は午後8時25分であったが、往路が航空管制の都合で遅延したため、離陸したのは 警告より1時間10分遅れた午後9時36分であった。しかし、離陸直後に左翼にある第1エンジンが停止し、他の3つのエンジンも不調に陥ってしまった。そのため機体は失速状態になった。この非常事態に、機長は痛みの滑走路に引き返すことは不可能と判断し、不時着を決断した。午後9時40分頃に、 運前号は滑走路の延長線上にあった豊中市、勝部の水田に不時着したが、機体が電線に引っかかり損傷したため、炎上しながらそのまま滑走した。乗客は客室乗務員による迅速な避難誘導が行われたため、衝撃により3人の怪我人が出たが、全員無事に脱出することができた。この避難誘導は称賛された。また運行乗務員2人も重傷を負ったが、 運輸省航空局からは空港に引き返していた場合には途中で墜落していたとして判断は的確だったと称賛された運輸省による事故調査によれば事故機のクロスフィードバルブに異常があり燃料タンクから航空ガソリンの供給が滞りエンジンが故障し失速したとされたまた大阪地検は機長に過失の権威はないとして 基礎処処分分にしたたため刑事処分は行われなかった日本航空は保険会社から機体全村の保険金2億4000万円を受領した他乗客や収穫前の稲に被害を受けた地主への弁済費用500万円を受領した。また日本航空は事故で全壊した運前号の代替機として日本国外の航空会社から 中古機の DC-4 の朝サ号と天城号の2機を1958年2月に購入した。ありがとうございます。